やばい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 。そうだ。俺、友達に犯罪者いた。まずいことになったぞ、これ。逮捕されっかも。じじいと始まる恋の方にらが。ということで、コーラでございます。ね。キモいポケモンしかゲットできない三文字経やっていきましょう。ルールは、こちらになりますね。こちらのルール。ね、ということで、やっていきたいなと思うんですけども、簿記のね、ポケモンたちは、もう基本的に、気持ち悪いのしかいないんですけど、もうこれ見てください。この3匹しかいないんですよ。で便秘、犯罪者、ククイ博士の3匹。ね、この3匹体制でやってるんですけども、まあね、おい、便秘なんでピントレンズ持ってんだよ。お前、それ以上目が良くなってどうすんだ。ね。で、まあ、この3匹、まあ、いるわけなんですけども、まあ、さすがにね、もうこの3匹じゃ、もうどうしようもないんですよ。もうきつい。だから、今回はね、新しい仲間をゲットしていきたいなと思います。どけクソじじい、おめえとの恋はもう終わったんだよ。いや、でもね、全然ちょっとキモいポケモンが、なかなかいないですよね。で、新しいやつがいいんですよ。もうちょっと初代はもういいかな。そろそろ。なんだよ、こいつは。天才うんちくんかよ。うんちみたいなやつが出てきたな。ちょっとこいつはでもそんな、ね、キモくないから。ちょっと可愛いうんちだからな。死んでもらうか。いや、ここうんちしか出ねえよ。なんだよ。犬の糞スポットかな。うんちしか出ねえんだけど。あーでも、釣りとかもいいよね。ちょっとなんか釣れねえかな。結構水ボケはキモいの多いからな。コイキングとかはいらねえからな。うわ、なにこれ。待って、こいつキモくないか。待って、こいつキモくない。ちょっと待って、やばくないこいつ。ラブカス、こいつちょっとキモいだろ。こいつ仲間にしようかな。ちょっと待って、このクオリティはなかなか出てこないよ。ちょっと待って、ラブカス、これキモいじゃん。あ、これキモいな。こいつ捕まえよう。待って、ちょっとラブカス殺さないようにしなきゃいけないんだよな。あ、いいんじゃない？あ、いいんじゃない？いいんじゃない？ちょっとあとはもう、ボール任せするか。お、やべえよ、キモい。変なウォシュレットみたいなの。口からウォシュレットみたいなの出てきたぞ。おい、どうしよう。これ、待って、捕まえる？来い！来い！あ、来いよ。お前が新たな仲間だ。あ、来た！お、来た！やった！ラブカス、ゲットだぜ。いやー、キモいの来たな、ちょっとこれは。いや、テンション上がったわ、久々に。じゃ、新たな仲間って嬉しいね。めちゃくちゃキモいじゃん。おキモいな、こいつ。あ、ランデブーポケモン。一匹だけになったラブカスは、元気がなくなり、隙だらけ。そこをペリッパーにさらわれる。あ、食われちゃうんだ。なんかそこの、ちょっと、背景もキモいな。これよ。これ、この角何かわかんねえもんな、これ。何かわかんねえよ、これ。うわぁ、キモいな、これは。ということでね、ラブカスの名前、ババアのケツに決まりました。ね。本当は最初ジジイのケツにしようかなと思ったんだけど、やっぱこれメスポケモンなんで、まあ、ババアのケツ。ということでね、新しく仲間になりました。よろしく、ババアのケツ。はい、ということで、新たな島、裏裏島へとやってまいりました。ね、前回はチャイナタウンだったんですが、今回はね、このジャパニーズタウンということで、まあね、いろんな、ね、これ日本家屋風な、ちょっとね、京都みたいな感じのさ、京都とか、川越とかね。ちょっとそんな感じの、ね、結構和風な建物群のとこにやってまいりました。いいよね、これ。で、こんなとこにはぐれポケモンたちがいるぞ。何を見てんだ、君たちは。いや、ゾロニョ。ねえ、何言ってんのかわかんねえな。何言ってんのかわかんねえな、お前ら。コイコイじゃん。コイコイ？コイコイって喋るな。コイルだからか。なんでコイコイでもやってんのかと思ったわ。花札の。ということでね、まあ、ストーリーを進めつつ、ババアのケツを育てていきたいなと思うんですが、次何をすればいいのかね、ちょっとよくわかんないんだよね。全部忘れちゃったよ。こいつとか、戦えるかな。戦うやつじゃねえんかよ。あ、なんだ？何？おお、やべえ！え？凄まじいポケモンが飛び出してきたぞ、今。あ、鬼スズメじゃん。やべえやべえやべえ。あ、鬼ドリル。鬼スズメは進化前だわな。いけ、ババアのケツ。やべえ、ババアの、こっちはババアのケツだぞ。精神的ダメージが半端ねえだろ。
ババアのケツ多分死ぬよな、これ。ちょっとポケモン入れ替えるか。さすがにババアのケツはやべえよな。それでババアのケツはやべえわな。どうだ、俺のこの気持ち悪いポケモンたちは。やべえ、乱れ好きでババアのケツ狙われてたよ。掘られるとこだった、ババアのケツが。あぶねえ、あぶねえ。ババアのケツめっちゃレベル上がってんじゃん。もう15、おー、やべえ。ババアのケツラッシュなんだが。ケツラッシュで15まで上がったぞ。お、なんだこいつ。あ、歩くポケモンセンターだ。こいつ歩くポケモンセンターだったか。これいいな、こいつ便利で。ここでレベル上げとかできんじゃない。こいつポケモンモンスターっぽいな。それついてみるか。ついてみるか。バレないように。どこまでバレないか。あ、バレた。バレたわー。くっそー。いや、お姉さんが気になるんだよな。それはお姉さんのその、ね、豊満なボディが気になるよ。俺は。あ、セクシーだな、大人のお姉さんな。ちょっと違うな、勝負教えてもらいたかったな。アママイコ。あ、かわいいじゃん、お姉さん使うの。いけ、こっちはババアのケツだ。ひでえな。そっちね、なんか、カタヤ、アママイコ。めちゃくちゃかわいいポケモン。カタヤ、ババアのケツ。ねえ、ババアのケツ。ねえ、気持ち悪いな、これは。ババアのケツじゃ勝てないよ。相手草タイプでしょ。一発じゃん。お姉さん、ちょっとこの俺の強さに惚れたかな。お姉さんはあなたが気になっちゃうぜ。え、マジかよ。ちょっとやべえ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 、ちょっとやべえな。ちょっと俺そんな天才なのかな。つけこまし。お姉さん、可愛いポケモンねといえば声かけやすいのっていいわね。アママイコ。あ、可愛いじゃん、お姉さん使う。言ってたなぁ。全くその通りのこと言ってたなぁ、最初に。見透かされてたなぁ。やっぱやり手だなぁ。やべ、警察だ。やべえよ。数々の犯罪がバレてしまう。全然バレねえな。こいつ無能だなぁ。全然無能。大人のお姉さんの方が勘良かったぞ。おい。やべ、ポケモン。ようやく来たようだなぁ。やべ、やばい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 。そうだ、俺手持ちに犯罪者いた。まずいことになったぞ、これ。逮捕されっかも。やべえよ、おまわりさんの守りが来た。ちょっと犯罪者出したら捕まるかな、逮捕されるかな。やべ、ババアのケツ持ってんだった。まずいぞ。やべえよ、ババアのケツと犯罪者やべえって。犯罪者出してみっか。これどういう反応するかだよね、警察が。犯罪者出して。お、やべえ。お、やべえ。やべえ。犯罪者も今内心焦ってるから。警察やん。警察おるやんって。なんで出したんって。俺一番出しちゃダメなやつでしょってなってるやから。やべえ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 。あ、やべえ、犯罪者が警察の犬殺しちゃダメでしょ。やっちゃったよ。これやべえよ。重罪だよ。ごめんなさい、すいません。君すごいよ。僕よりポケモン勝負うまいよ。バレてねえ。バレてねえ、こっちが犯罪者持ってること。危なかったー。こいつほんと無能だな。親愛なる同志諸君、動画の視聴、誠に感謝する。いまだ、チャンネル未登録の者は、左のシンボルアイコンより、チャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、終わらずゲーム上は、YouTube に存在し続けることをここに宣言する。